55歳の女性の方が痩せるためにやめたこと5選をお伝えします。ダイエットを成功させマイナス5キロを達成された55歳の女性の方、これから紹介する5つのことをやめただけでマイナス5キロを達成しました。まず1つ目は早く寝るということです。どうしても夜更かししてしまいますが、11時までには寝るようにしたそうです。睡眠不足は太りやすくなりますからね。2つ目は夕食の時間を早めにするです。その方は夕食を6時から7時の間に食べ終えるようにしました。そしてその後間食をせず、朝のご飯7時までその間何も食べない、水分は取るけれども食べないということをされました。3つ目は単品で食べることをやめるということでした。例えばパンだけ、時間がないからパンだけ食べるとか、おにぎりだけ食べるではなく、パンだったら他にお野菜とか卵とか何かこうね、バランスがいいもの、副菜をつける。そして4つ目は早食いをやめた。よく噛んで食べる。もう忙しいから何かしながらちょっとって食べていると食べた感じしないですよね。なので食べるときはよく噛んで食べてるということを噛みしめて食べたそうです。そして最後5つ目はお菓子を食べたことを後悔しないです。食べた後の罪悪感ってなんか自分を責めてしまいますよね。そしてどんどんなんか自分はできない思考になっちゃいますが、食べた、ああ美味しかった、満足した、自分は本当に満たされたという気分になること、それがすごく大事とその方はおっしゃっていました。皆さんもこの5つやってみてくださいね。もしわからないことがあったら LINE の方から質問してください。それでは頑張って。